増やそうかと決めた。今の深田はここの長浜市の前原市も十分県に格上げできる面積を聞いてもらう。高島はもう十分県に格上げできる。自治権はちょっと難しいわ。あと日本はびっくりやな、もっと女の都会かなと思ってたら意外と田舎っぽかった。間違った。愛媛はそのにあんまり発展しない。やっぱり東西問題起きて対立してたよ、ね、なんてさあ、ちょっとあんなんだ、市が対立してるよ。やめにさ、大野市がの大見をしようかな。もうちょっと対立してない。じゃあ対立してねえよ。多分美容師の時から多分知ってたよ、みんなの。みたいな。ゴジラはここに来る。今頃ね、長浜市内のどっかにいろんなところになってるで、ここはゴジラ対ビフランテの撮影場所でしたって紹介されてるね。でも田中ドミニクさんたち、あの後逆襲してん。さあ、旧さんのゴジラバースのメガゴジラでさ、逆襲してやってん。わざと大津、京都民が。さあ、大津に圧力かけてん。込みで買い作ったやん。そういうことをもうあの接点にしたやん。そう、田中とみこさんも一線知りついてあのもう高齢やったし富山ビーも知っててやったやん。知ってたからね、何であれしたから。そうもう一つさ、東京分割したらで行ったやん。そう全然な自治権が行き渡ってないって分かったやん。そうあの23区分かる、みんな。そう、自治権ないんやて。そう自治権ないんやて、小さいの。そうなんや、自治権ないんやて、むちゃんないんやて。もう村以下の村だから、村以下の自治体だったの。そうほど遠い、まあ、あそこね、もう直轄地にした。23区こっちの多摩地域をね、多摩県にして独立させたので、もう大阪府、京都府について、多摩府作ったら、そう、作ったらそれでいいと思う。このいいわ。どういうことや。大阪とはあのままで言い張って、その周りを全部自治権にさ、すごくあった。もう関西圏、ほぼ自治権。格上げできるような面積が大きい。できるから、そう。別に言うと県と自治権県の下に町を作ればいいや、市と町を。これ連邦を作れるやんな。じいさんはユーゴスラビアのあちこち作れるって。そのこういうことを作れるではね。例えば長浜みたいに全部長浜市長浜一本化するとか、その住所をね、の方がいい。分かってんさ、そういうことの方がいいって。前原で市役所はね、もうの新しい庁舎、本庁舎作れるの。もうよかった。こっちが良くなってきたよな。またやん、むちゃくちゃ。俺の事件が相当響いたの。違ったんや、逆、前々から揉めてたんやな。揉めちまったんや、さあ。さあ、いらずやぞね、たち、さあ、大津の連中、ニューダムの建設とか、立東新幹線のね、立東駅の建設、断念させられて、相当切れたんや。もうね、敦賀から米原の延長ね、あのプリクシャちょっと無理、ちょっと無理。ああ特急白鷺の次の乗車ね、そう停車駅は長浜ね。そうそうしてまだそれあそこにいな、新幹線もつなげると、そうそう長浜に直結してまいて、そうそこら辺の住民全員立ち退きさせられるって分かったよ。そうで JR 西日本がもう事情知って、もうほんでこっち側にして、この過疎地と耳この沿岸部にして、そう逆や沿岸部やってん。そうすんじゃん、そう内陸かなと思ってたの。沿岸部やった、逆に沿岸部は逆に、ね、家族びっくりや。最初新居浜駅ね、もっと、ね、この長浜駅みたいにでっかい設備の整ってた、でっかい施設かなと思ってたら、そうむちゃん旧式やった、びっくりや本当。
くりや、ほんともっと、と、地だからもっとあんなの、うん、ね、市なのね、なこれぐらいの、なこれぐらいのでっかいホームになってるんかなと思ってたんや。ああ想像、想像よりむっちゃ小さい、びっくりや、ほんとこれぐらいもっと広い、確かに広いんやけど、ただ駅の設備が急転。ああ、JR 四国、いい加減にせえよ、お前ら。あんぞ、というわけで、まあ、後ほど。